皆さん、こんにちは。今回は昭和の懐かしい学校放送番組を振り返っていきます。学校の授業中に見た記憶や風邪で休んだ時に布団の中から見た記憶、様々な状況があったかと思います。昭和時代ならではの懐かしい情景はもとより、当時のいろんな思い出も一緒に振り返ってみます。ぜひチャンネル登録をして楽しんでください。それでは早速、昭和一丁目一番地へ参りましょう。まず最初にご紹介するのは、小学校後6年生の道徳の授業向けに放送されていた明るい仲間。視聴者層に合わせ、同学年の子どもたちが学校や地域で直面していく様々なハードルを乗り越え、絆をつなげていく内容でした。でもそれまでにいろんな悩み事や問題にぶつかり、一緒に悩んで泣いたり騒いだり、共感を呼ぶ場面が所狭しと溢れていました。男子女子が一緒になって成長していく生活ドラマで、この番組は1962年から1986年まで、実に24年間にわたって放送された長寿番組でもありましたね。この番組から派生的な番組も生まれ、皆さんもおそらくご存知の明日へジャンプや虹色定期便、羽ばたけ6年や道徳ドキュメントなど、主だった人気番組に続いていきます。この明るい仲間の番組内では、とても印象に残るオープニング曲も用意され、あいつを初めて知った時ジロリと睨んだだけだったから始まる一度聴いたら忘れられない不思議な歌も覚えておられる方も多いでしょう。この歌を歌っていたのは、人気アニメジャリンコ知恵でちえちゃんの声をされていたあの中山千夏さんで、別のバージョンでは小和田律子さんが歌われたものもあり、こちらも印象深い歌声でずっと心に響いたものでした。昭和の景色、情景を思い浮かばせる名曲でもあり、風邪をひいて家で休んでいる時、あるいはどうしても外せない家の用事で学校へ行けなかった時などに、心の中で口ずさんでいたのでは。 NHK 教育テレビで放送されていたこともあり、内容は至って健全で爽やか。ドラマの内容は結構奥深いところまで追求しており、子供目線から見た世間の情景、大人の光景や子供の心理に際したいろんな物事の考え方など、大人が見ても納得させられる様々な教育アイデアまで密かに用意されていました。出演していた人たちの中には、劇団コマドリや劇団こけし、有名どころで言えば内田さゆりさんや市原清彦さんなど、当時番組を見ていた人にとってはこちらの記憶に残る人物エピソードなどが蘇ってくるのではありませんか。次のご紹介は、働くおじさん。こちらも NHK 教育テレビで、1961年の4月から1982年の3月まで放送されていた小学校2年生向けの社会科番組でしたね。番組構成は至ってシンプルなもので、主人公のタンちゃんと愛犬のペロくんが気球に乗って空から望遠鏡で街中を覗き、いろんな職種についているおじさんの仕事内容を様々な角度から観察し、それを分かりやすく解説するものでした。これを見るだけでも、当時の日本社会がどんな世情にあったのか、どんな職種に人気が集まり、また当時だからこそ存在していたいろんな仕事の内容までも事細かく分かる非常にありがたい内容、コンセプトになっていました。ですが後に実際登場するのが、働くおじさんだけではなく、若い人たちや女性などもピックアップされたことから、番組名はみんなの仕事に改められて、さらにその後は働く人たちと改題して放送されるようになりました。ちなみに主人公タンちゃんの名前の由来は、探検好きな坊ちゃんというものから来ていたらしく、この辺りもおそらく後になって知った人も多かったことでしょう。こちらの主題歌もアレンジがいくつかのバージョンで分かれている明るい曲になっていました。歌詞の内容は働くおじさんにちなんだものに始めなっていましたが、女性の社会進出に伴い、後に歌詞の中に4箇所登場していたおじさんが2箇所おばさんに変更されるなど、こちらも社会の移り変わりに伴い様変わりしていましたね。気球に乗るといった設定も途中からはヘリコプターに変わり、結構番組内容から見ると子供目線に合わせたバラエティな仕上がりになっていました。さて次のご紹介は、1960年の4月から1990年の4月まで、実に30年にわたって愛されてきた楽しい教室のご紹介です。この番組は特殊学級や養護学校向けの内容構成にもなっており、
普通の学習光景や教科学級とは少し違い、人間学まで主に学ばせる従来の教育。学校制度の枠にとらわれない先進的な活動を取り入れていました。対象とする年齢層は小学校の全学年で、当時は週に1回のペースで放送されていましたが、翌年の1965年から早くも高学年向け、低学年向けの2つに分類され、毎週月曜日には高学年版、火曜日には低学年版と週2回のペースで放送されるようになったのです。主にピックアップされていたのは、生徒個人が持つ知識、技能の向上で友達とのコミュニケーションを大事にする傍ら、どうやって社会に溶け込んでいくか、そのために必要な段階を実践的にどう乗り越えていくか、といった人そのものを教育するポイントに重点が置かれていました。登場するお兄さん、お姉さん、もじゃくん、ももちゃんなど、各キャラクターに合わせて、個性的な演出も用意され、学校教育を基盤に敷いた上で、仲間意識や絆を持ち合うことに、番組そのものの焦点が当てられていたようです。1980年に放送された初日の番組タイトルは、友達になろうで、その年を締めくくる。最終放送でもタイトルは、みんな楽しくであり、この点から見ても、番組コンセプトが、社会性や友情にあったことが、よくわかるように思います。次にご紹介するのは、1987年の4月から2009年の3月まで NHK 教育テレビで放送された、おそらく誰もが一度はその名を聞いたことのあるあの爽やか3組です。こちらも学校放送番組の中ではトップを担えるほどの人気番組で、2003年以降からは各放送分の再放送を放映するなど、絶えずそのニーズに恵まれていた番組でした。こちらも登場する主人公の小学生たちが、学校生活の中、学校内外で起こる様々なトラブルを一緒に乗り越えていく成長を描いた絆のドラマでした。特に個別性に注目し、あの子はできてもこの子はできない、この子にとっては普通のことでもあの子にとっては大きな問題になるなど、いろんなトラブルを乗り越えていく上で、それぞれの視点に合わせ問題提起と解決を図っていく奥深い構成が取られていました。また登場するみんなが悩んだ状態のままストーリーが終わり、その解決方法を視聴者に委ねるバージョンもありましたね。番組としては1話完結の構成で、必ずしも明確な解決展開を描かない形式となっており、その点では結構新鮮なドラマ模様、学校放送番組の内容になっていたと思います。もしこの爽やか3組をご覧になった方がいられたら、あなたにとって印象と記憶に残ったエピソードはどんなものでしたか？次のご紹介は、1962年の4月から1987年の3月まで NHK で放送されていたみんな仲良し。主人公の子役には今でも俳優として活躍されている尾身としのりさんが起用されており、内容は同じく子供目線に合わせたドラマ仕立てで、学校内外で起こるいろんなハプニングに遭遇し、クラスの仲間と一緒に成長していくバラエティに富んだ展開が待っていました。都会から田舎の景色までがふんだんに映されて、それだけでほんわかとした気分にもなり、寂しい気持ちや塞いだ気分がどこかに吹っ飛んでいくなど、心が元気づけられた人も多かったのではないでしょうか。子供が自分たちでなんとか問題を解決していく、一見難しそうなトラブルが起きてもどうやったらみんなでそれを乗り越えていけるか、そのあたりを見ている人にも十分考えさせ、子供たちの主体となってどんどん実践していく、活動していくというところに一つの大きなテーマがありました。さてお次のご紹介は、1975年の4月から1995年の3月まで放送された小学校1年生向けの学校放送12の算数です。登場キャラクターにはタック、ダンプ、マジオッタ、カウコなどがいて、番組の進行を務めるお兄さんには北海道大学の名誉教授としても有名なあの竹内輝雄さんや、アニメシティハンターやセイントセイヤなどで声優をされていた関俊彦さんなど、今から見れば少し驚くような方々も出演されていました。番組タイトルにあるように、その内容は主に算数で、小学校1年生向けの算数の基礎となる考え方やいろんな方法で楽しく学べる視点を養わせ、子供にとってもわかりやすい非常に楽しい内容になっていましたね。特に日常生活で使える算数の能力を
ピックアップし、おもちゃを数える時や片付ける時、もらったお小遣いを自分でちゃんと管理する時などにどうすれば効率よくできるか、それを子ども自身に考えさせ、実践させるという、こちらも実践教育的な番組でした。登場するタップ、ダンプ、マジオッタ、カウコなどはみんなぬいぐるみのキャラクターで、夢があふれるような世界観も用意され、勉強することが楽しくなるという感じのバランス構成も魅力の一つでしたね。1、2の算数も長寿番組であり、いかに愛されながら、そのニーズが高かったということも、その歴史から見てわかるでしょう。次にご紹介するのは、小学校低学年向けの人形劇による生活指導番組、大きくなる子で、主に道徳の時間がピックアップされた生活体験を土台にした珍しい内容のものでした。この番組の歴史は結構古いもので、1959年の4月から1988年の3月まで一貫した人形劇シリーズで道徳教育を推進していくすごい番組でもありました。コロスケくん、ブーちゃん、ボロボー、カエル博士など個性豊かな人形キャラクターが所狭しと場面を駆け回り、各キャラクターが起こしてしまう問題やハプニングをみんなで一緒に解決していき、仲間で待ち合う絆や成長を一つの大きなテーマにした構成です。番組タイトルにしても、僕、僕ですや、道草、遠足、魚釣りなどといった日常生活で普通に見られる光景を題材に取り、その中でいろんなエピソードを展開していく比較的身近な内容のテーマが目立っていました。中にはお月様、食べたいなや、大変家事だなどのシュールなものや、日常でのシリアスな出来事をテーマにとって子供ながらにたくましく育っていけるよう、いろんなシチュエーションでの実践教育なども用意されていましたね。あなたもこの大きくなる子を一度ご覧になったことがあったでしょうか。子供時代の懐かしい記憶とともに、当時の自分の身の回りで起きていたエピソードなどまで、この番組を通していろんな思い出が蘇ってくるのではないでしょうか。さて次にご紹介するのは、1967年から69年まで放送されていた、こちらは人が入っての人形劇、ダットくんです。お母さんと一緒シリーズで放送されていたこの、ダットくんは、まるであの、ひょっこりひょうたんとうを彷彿させるはちゃめちゃなストーリーで、出演されていたキャストにも黒柳徹子さんや大山信代さんなど豪華ゲスト陣が多く起用されるといった半ば伝説的な番組としても有名です。主人公のダットくんはウサギの着ぐるみを着て、メルヘンながらにその世界の中で起こる様々な出来事、事件などの解決にみんなで一緒に立ち向かい解決していく、こちらは少し大人目線が入った子供向けの番組でしたね。そのエンディングでは毎回ダットくんが汽車に乗って登場し、エンディング曲とともに汽車が止まった時点でダットくんは普通の人形になっているという光景がなんだか忘れられないという人も多かったかと思います。少し哀愁を込めた作りにもなっており、その点で懐かしさが蘇る人も多いでしょう。次にご紹介するのは、1988年の4月から2003年の4月まで NHK で放送されていた、集まれじゃんけんぽん。この番組は小学校低学年向けの人形劇で、その内容は先ほどご紹介しました。大きくなる子に少し似ていたところもあって、その点でお父さんお母さんから親しまれ、より多くの子供が見ていたという傾向もあったでしょう。主に動物たちが住む牧場村のストーリーが展開され、ここでもいろんなトラブルやハードルを一緒に乗り越え、みんなで力を合わせ、共に成長していく構成の内容でした。ですが舞台はいろいろ変わり、北極海にある大氷原が舞台になったり、猫の住む町が物語の主軸の舞台になったりと、視聴者側にも飽きさせない構成がふんだんに取られていました。しかし基本は学校放送向け番組なので、そうして舞台が変わっても必ず学校の教室やグラウンドが映され、そこを起点にストーリーが進められていくといった展開は変わりませんでしたね。番組自体は人形劇なので、それに合わせた世界観をセットで組むのですが、そのセットがすごく緻密に作られており、実写版ながらアニメの世界を見ているような、そんな不思議な気持ちにさせられたものでしたね。さて次のご紹介は、1987年から2001年まで放送されていた小学校4年生向けの社会科番組、暮らし発見。
この番組は1956年から1986年まで放送された私たちの暮らしの後続番組としてスタートし、地域の子どもたちが毎回リポーターとして登場する上、その子たちを見守るお兄さんと共にいろんな人の生活や先人の努力などを発見していく発掘型の番組でもありました。子どもリポーターの活躍がとても素晴らしく、見ている子どもたちに親しみと勇気を与え、その点で非常な人気を勝ち取ったと言われるほど、全国的にも知名度の高い人気番組でした。主に月曜日と火曜日に放送されており、学校を休まなきゃならなくなった時など、部屋の中でこの番組を見て文字通り勇気をもらい温かな気持ちになった人も多かったのではないでしょうか。番組タイトルにしても、ガスはどこからや、水害をなくす、地震に備える、伝統を生かすなど、今でも普通に大人が見る番組の中でも取り上げられやすい社会問題などをテーマにしており、見ている聞いているだけで勉強になる、社会のことがよくわかる、どうすれば今後日本がもっと良くなるのかなど、青年向け番組としても通用するものでした。表現から番組構成そのものはわかりやすいながら、問題提起そのものはかなり複雑なもの、今後の日本の将来においても解決が難しいものとされるような、かなり深掘りしたコンセプトが目立っていたものです。この番組も15年間放送され続けており、それなりの長寿番組であるのはもちろんのこと、またいつでも復刻版が放送開始となるような、そんな貴重な探索テーマの宝庫になっていました。さて、お次のご紹介は、小学校3年生向けの社会科番組として有名だった探検僕の街。この番組では毎回レギュラー出演で一躍人気となった長さんこと長嶋茂さんが出演されており、その長さんが愛車としている配達用の自転車長さん号も一緒に知名度を上げた、キャラクター性の強い番組としても人気でしたね。毎回長さんが手書きのイラスト地図を作成し、その地図にまとめてその日自分が調べた街の発見を番組のラストで紹介するといった独自エンディングが撮られていたことも魅力の一つでしたね。実際に自分が住むテリトリーの街中を長さん号をはじめ電車やバスで移動して、かなり広い範囲の街の秘密の発掘に精を出すなど、こちらも見ていて飽きず楽しくなるような構成が十分に撮られていました。毎回いろんな格好で登場する長さんが、いや僕長さん今日はねとお決まりのフレーズで挨拶してくれて、その日どんな探索をしていくのかというのをあらかじめ教えるスタイルで、それだけでワクワクさせられたものです。商店街や工場、街中の土建や不動産や、そして学校やクラフト業者の職場など、あらゆる場所を探索しながら、そこでどんなことがなされているか、その仕事を一つ一つ丹念に調べる傍ら、長さん自身も様々なトラブルを乗り越えるコメディータッチの展開も面白いものでした。この番組の大きな魅力は、長さん自身に寄りかかる様々なトラブル、ハプニングでもあり、子供たちを引き連れて探検のリーダーになってるような感じでも、どこか頼りなく、ハラハラドキドキさせる無鉄砲な面白展開が番組コンセプトの一つに設けられていたことです。途中で電車の切符をなくしたり、探索調査に精を出すあまり、せっかく作ってもらったお弁当を食べ損ねたりなど、必ずと言って良いほどオチがつけられていたのも、この番組ながらの大きな特徴でした。でもその失敗が新しい発見につながったり、失敗してもめげない長さんが、そのまま子供の元気や勇気につながったりなど、無駄のないストーリー展開が、グッドエンディングを仕上げてました。全国で有名だった番組でもあり、社会の時間、あるいは道徳の時間など、クラスのみんなで見ていたかもしれませんね。さて、お次のご紹介は、1986年から1995年まで放送されていた、小学校高学年向けの道徳番組、明日へジャンプです。これは先にご紹介しました。明るい仲間の後続番組としてスタートし、学校生活を一つの大きなテーマとした上、ドキュメント要素も加えられ、社会で起こるいろんな出来事、ハプニング、トラブルなどにもスポットを当てる、その点でバラエティ豊かな番組でした。男子女子合わせてのグループが主人公として登場し、様々な問題解決に取り組んでいきます。爽やか3組または、羽ばたけ6年などにも、見られた人間関係を通して成長する、
子供独自の視点と心境の変化などまで深掘りした内容展開も魅力の一つでした。その中でもやはり大きく取り上げられたのが学校での仲間外れや喧嘩、それに至るまでの生徒間でのギクシャクエピソードなど、おそらく誰もが小学校の時一度は経験したことのあるあらゆるテーマを扱っていきます。そのあたりに社会性と道徳感を合わせたようなテーマ構成エピソードなどが見られ、その点では大人が見てもためになる、勉強になるといったマルチな視点に耐えられる内容も多く取り入れられていました。転校でスタート、ダメダメマルチ、僕の名誉や滲んだ絵の具など、少し意味深で思わせぶりなタイトルも用意され、子供向け番組ながらその内容は結構深刻な解決が得られないテーマなど、人間学の観点からも深い学びを与えるものでした。そして最終回のタイトルは明日へジャンプで、最終的にはみんな一致団結して絆を持ち合い、それまでに起きたハプニングやトラブルをそれぞれの成長の土台にしていくといった応援歌的な幕引きで視聴者を勇気づけてくれていましたね。昭和時代には子供が見る番組でもこのような深い内容テーマのものが普通に見られたりし、懐かしさを覚えるとともに当時の世情がどんなものだったか、そのあたりもおのずと思い起こされるものです。さてお次のご紹介は1985年から2003年まで放送されていた行ってみようやってみよう。この番組は特殊学級や養護学級で学ぶ小学部中等部の子どもたちを対象にしており、当時放送していた楽しい教室のテーマ方針をベースにして、子どもたちが自分の力で一つ一つの物事を解決していくといった、こちらも人間学をテーマにする内容でした。特にハンデを背負った子どもたちに焦点を当てる上、その子どもたちが自分の能力や技術を改めて確認し、それを日常生活に生かしていくという点が大きなポイントになっていたようにも思えます。実践教育をメインとし、何でもやってみる、挑戦してみるというのを大きな土台にしながら、レギュラー出演している女の子とその女の子の相棒的存在として登場する小猿のポッケが2人でいろんな探検をします。そのお姉さんとポッケが養護学校を訪問したり、そこで児童たちと力を合わせていろんな課題に取り組んだり挑戦したり、こちらも勇気をふんだんに分けてくれる素晴らしい内容構成になっていました。あなたもこの番組を見たことがあったでしょうか？もし見られていたら、どんなエピソードが一番印象に残りましたか？さてお次のご紹介は1986年から1994年にかけて放送された音楽をテーマにした学校放送番組、愉快なコンサートです。この番組は小学校4年生向けの音楽番組として位置づけられており、子どもたちが自然に覚えた音楽への関心興味、そして独自に身につけた音楽性や技術の向上を目的とした誰でも親しみやすい番組としてスタートしました。番組冒頭から子ども合唱団による演奏でオープニングが始まり、本編で登場するのは青年から大人で、彼らが演奏する光景やその技術の向上を見て、子どもたちも自分の経験として一緒に学んでいくという一風変わった構成が取られていました。楽器一つ一つの説明から始まって、どのようにすれば演奏がもっと上手くなれるか、人に注目される演奏ができるかなど、非常に細かく丁寧に教えてくれるのがこの番組の一つの大きな魅力にもなっていました。毎回テーマ曲をいくつか決めて、その演奏をみんなでして、パートごとに分かれ自分の役割を理解して協調性も養っていくなど、小学生にとっても非常にためになる番組構成と教育のポイントがしっかり設けられていました。この番組では感激する形で子どもたちが自分の能力を見つけ、それをさらに磨いて自分のものにしていくといった劇場型の音楽教育番組としてあり、その点では幅広い学びと感性を子どもたちも得ることができたでしょう。皆さんもこの愉快なコンサートを見て音楽への関心を持ったことがあったでしょうか？懐かしさを彩るとともに、あの時聴いた温かなメロディーが心の窓からすっと入ってくるのではいかがでしたでしょうか？少しでも懐かしさを感じていただけたなら嬉しいです。こんな時に見ていた、他にこんな番組を見ていたなどあったらコメント欄に投稿してください。当時の思い出を振り返って
あんなことこんなこと思い返せましたでしょうか。少しでも懐かしさを感じて楽しんでいただけたなら嬉しいです。このチャンネルでは他にも昭和の懐かしいものを振り返っていますので、ぜひチャンネル登録して他の動画もご覧ください。最後までご覧いただきありがとうございます。